記憶少女。入り方雑やな。刹那圭介です。前回どこまで行ったんやっけ。多分記憶全部手に入れたんかな。ちゃうわ。あれじゃあれじゃ。何やったっけ。寝室に行こうの話だったかな。っていうのは記憶少女じゃないわ。確かな。一応シミュレーションだったんじゃ、これ収録撮る前に。何だったかな、9時に合わせて、だったな、みたいなことを考えとったんやけど、まあ、説明しよう。一応説明しよう。どれやったっけ、これか、これやっけ、ちゃうわ。絵本読んでくれるみたいな話やけん、多分こっちじゃないな。さっきじゃないな。マキちゃんの方やな。これじゃない。これ。寝る部屋で9時に幸せ集めっていう本を読んでもらう。だから9時に合わせて寝る部屋をのところ行くんやけど、その寝る部屋がどこかっていうんでさ、よく分からずにおったんだ俺。こっちの方すごい久しぶりに来るけど、ここがそうらしい。でここにこう入る。これが記憶の上限だ。マキ、本当に今日もこの本でいいの？うん、私それが好き。あら、そう、わかったわ。じゃあ今日もこれ読むね。お姉ちゃん、そろそろさ、本開かずに内容を喋れるようになってしまうんじゃないかなって思う。みょうちゃんは交通事故で今まで生きてきた記憶を失ってしまった女の子です。だから自分の持ってた本当の幸せが何なのかわからなくなってしまいました。そんなみょうちゃんはいろんな人に本当の幸せって何？と質問してみることにしました。えげつないこと質問するな。答えにくいな、みょうちゃん、それ。ただあんま聞かん方がいいと思う。いや、気になるんかもしれんけどさ。最初に質問したお兄さんは、好きな人とずっと一緒にいられることだよ、と答えました。絶対、多分このお兄ちゃんは彼女がおってさ、そういう好きな人と一緒にいられるっていうことを体感したんだろうな。2番目に質問した男の子は、体が気持ちよくなることだよと答えました。この男の子はさ、絶対彼女おらんな。そんな気がする。3番目に質問したおばさんは、小動物の痛めつけている時よと答えました。病んでるおばさんだ。4番目に質問したお姉さんは、たくさんの友達に囲まれている時と答えました。ほう、いいね。5番目に質問したお兄さんは、それは滝を見ている時だね、と答えました。絶対あれじゃ。なんか前ナンパだとか、前の滝のところの謎の人じゃ。変わっとるおじさんだ。滝マニアなんや。滝マニアって聞かんな。ダムとか電車とかならよく聞くんやけどな。その他にもたくさんの人に聞きました。でもみんな別々の答えをもう言ってきました。みょうちゃんはますますわからなくなりました。同時にみょうちゃんもその幸せというものを実際に味わってみたくなりました。ダダキ様は。なんか面白い童話の話のみたいなのが出てきたぞ。いや、童話なんかもしれんけど、この絵本。するとみょうちゃんの目の前に小さな妖精が現れました。パーティーグッズかぶったような妖精が出てきたぞ。その妖精がみょうちゃんに話しかけてきました。君は幸せを味わいたいのかい？みょうちゃんは妖精の言葉に、うん、と返事をしました。すると妖精は、よし、じゃあ人の幸せを味わう塾を君に授けよう、と言い、みょうちゃんに向かって何か呪文を唱え始めました。ウーパールーパーアリウーパー、ウーパールーパーアリウーパー、幼い頃から君は好き。何その呪文。妖精は自分を唱え終えると、その力は味わいたい幸せを持っている人に触れることで発動するよと言って、みょうちゃんの目の前から消えてしまいました。味わいたい幸せを持っている人。ああ、例えばあの滝の人に触った滝の幸せを感じることができるんじゃ。ハズレやな。だとしたらハズレやな。滝の人に触ったらあかんな。私、神の力を手に入れたのね、みたいな感じの手の開き方。人の幸せを味わう力？
みょうちゃんは早速妖精にもらった力を使ってみることにしました。誰に触るんだろう。みょうちゃんはまずみょうちゃんが質問した人たちの幸せから味わってみることにしました。まずは最初に質問した男の人です。みょうちゃんは男の人に肩にそっと触れてみました。あの恋人のやつかな。するとみょうちゃんの横にみょうちゃん好み男の子が現れて、一瞬その男の子とずっと一緒にいた気分になりました。でもみょうちゃんは本当の幸せだとは感じませんでした。若干麻薬やっとんじゃないかっていうような体験になってきたんやけど、大丈夫かなあの妖精。次は2番目に質問した男の子に触れてみることにしました。あーズッコンバッコンズッコンバッコン言うたらダメだけど、最初と同じように肩にそっと触れました。するとみおちゃんは一瞬体がとても気持ちよくなりました。でもみおちゃんはこれも本当に幸せだとは感じませんでした。えらいよかった、えらい。3番目に質問したおばさんにも触れてみました。一瞬小動物を痛み続けた気持ちになりました。でもみおちゃんはこれも本当の幸せだとは感じませんでした。よかった。4番目に質問したお姉さんに触れて友達に囲まれた気分になっても、5番目に質問したお兄さんに触れて竹を見ていた気分になっても、みおちゃんは本当の幸せだとは感じることはありませんでした。5番目はさておき、4番目もか。その後もみおちゃんはたくさんの人の幸せを味わいました。でもいくら味わってもみおちゃんは本当の幸せと感じることはありませんでした。本当の幸せってどうやったら感じられるんだろう。マキはどうしてみおちゃんは本当の幸せを感じられなかったんだと思う？同じものではないからかな。同じものではないから？みおちゃんの望む幸せと他の人が望む幸せって違うと思うの。なるほどね。じゃあどうすれば本当の幸せが感じられたのかな。さきちゃんすごい難しい答えのないような道徳の授業をしてる感じのことを言ってるね。わかんない多分ローラっぽく言ったんだろうな。お姉ちゃんは幸せって自分で苦労して辛い思いをしてやっと味わえるものだと思うの。だからみおちゃんは頑張るしかないんじゃないかなって思ってたんだ。お、来た。イベントが始まった。何これ、この何だろう、思い出したみたいな感じの。何この幻想的なやつ。マキちゃんの過去が明らかに。マキちゃんって結構温かい家庭に育っとったんやな。記憶が6つ。ドラゴンボールみたいな飛び方願い叶えた後ドラゴンボールみたいな感じになってるやん。1個足らんけど、あ、戻ってきた、戻ってきちゃったドラゴンボール戻ってきちゃった。あと1個でまだ願い叶えるやん。マキは失っていた記憶を全て思い出した。思い出したこれで強くなるんだ。これでちょっと強くなるんだ。私が失っていた5歳までの記憶、そんなお姉ちゃんが、私のお姉ちゃんが、え、記憶少女だったなんて。そうなの？なんで今ので記憶少女ってわかるんだろう。記憶少女なんじゃ、お姉ちゃんが。私のせいでお姉ちゃんは、あ、ああ、だー、なんかが攻めてきたような音を しましたよ。やばい、外でロボットが暴れとんじゃないだろうか。玄関の方から、玄関、こっち、違った。お前はいいんじゃ、ジバンゴ、お前はいいんじゃ。こっちだったな確か。何この揺れ方、外で戦争でも起こってるのか。あ、なんだなんだ、こっちじゃないん。あ、アイムくん、何してんの。マキ、アイム、よかった無事で。アイムこそ、アイム、私ね、失っていた記憶を取り戻したの。それで
私が記憶を失った理由も分かった。私が記憶を失う5歳の時、私は記憶少女に記憶を奪われていたみたいなの。お姉ちゃんにか。そして私の記憶を奪ったその記憶少女は私のお姉ちゃんだったの。マキのお姉ちゃんが、お姉さんが記憶少女、どういうことなんだマキ。話せば長くなるわ。でもお姉ちゃんが記憶少女になったのは私のせいだったの。そうか、ならマキ、この鍵を受け取れ。不思議な形の鍵、どこから手に入れたんや。前のだいぶ前のパートが出てきとったっけ。これはその鍵で、俺はそこの玄関の鍵を開けてこの館に逃げ込んできた。逃げ込んできた。ああ、俺は今たくさんの発光体から逃げてきた。今も奴らは玄関の扉の向こうにたくさんいる。あ、じゃあこれ、この揺れって発光体がどこすかどこすか扉を叩いた時に揺れなのこれ。発光体どんだけおるんや、めちゃくちゃすごい揺れとるやん。嘘、ほんと嘘ってなるわ。じきに扉を壊して奴らはこの館に入ってくるだろう。いや、こんだけ揺れとんやぞ館、壊れんことが不思議に思うわ。だからマキ、お前は発光体から逃げるためにもこの先へ行け。どうやら今渡した鍵でこの扉も開くみたいだ。え、私がこの先へ行った後、歩はここでどうするの。俺はここに来る発光体を食い止めておく。アキラにもらった霊力を使ってな。俺はなぜかこの扉の先に記憶少女がいる気がする。もし記憶少女がマキのお姉さんになるなら、妹であるマキが何とかできるはずだ。記憶少女、いや、マキのお姉さんを止めてこい。ここがなんとかなったら、俺も後からお前の方に行く。でも鍵宮さんの話だと、記憶少女は生前の記憶がないんだよ。言って私が妹だなんてわからないよ。大丈夫だきっと。それにアミがさっきお前に渡した力もある。マキならなんとかできるさ。そんな考えが無茶苦茶だよアイム。アニメの主人公だが、だいたい考えが無茶苦茶だけど、その考えがうまく理にかなって戦いが有利になるって話があるよね。もう奴らが来る、とにかく行くんだマキ。気をつけてねアイム。まあ、ああマキもな。最終決戦の火蓋が切って押されな。あー、すげえアイム君、すげえぞ今。ここは記憶少女の奪った記憶が具現化してできた世界。それなら私の取り戻した記憶からお姉ちゃんをこの世界で具現化すれば、それも記憶少女の記憶の一部となる。つまり記憶少女、お姉ちゃんが自分の生前のことを知ることができる。その時にもしも運よく生前の記憶が少しでも残っていたとしたら、お姉ちゃんは自我を取り戻すはず。でも記憶少女には他の人の記憶が多すぎる。だから他の人の記憶を壊すか、具現化した記憶を他より印象づけるしかない。でも他の人の記憶を壊すのはできる限りやりたくない。そうなると具現化した記憶を他より印象づけるしかない。つまりお姉ちゃんを具現化させて、その他に、その後に私が直接記憶少女に会って印象を強めるようにするしかない。これができればもしかしたら本当にお姉ちゃんを止めるかもしれない。すごい難しいことを言ってる。何のことか全然わからん。具現化する記憶がめちゃくちゃ重ねていて、何なんこれ。これが何だって言うんだ。記憶が4つもある。はあ、わからん。何なんだこれは。何これ、何この部屋。わあ、選択するたってわからないよ。選択するたってわからないよ。あー、選んじゃった。しまった、選んじゃったよ。選んじゃった。何これ。うん、もう平気。ありがとうお姉ちゃん。それならよかった。ねえお姉ちゃん、お母さんはどうして私たちをいっぱい叩くの。あ、もしかしてこれ何なんだろう。だからつい叩いちゃうんだと思うの。だからね、今は一生懸命一緒に我慢しよう。我慢するん。そうすれば優しいお母さんは帰ってくるから。うん、わかった。大丈夫、
マキ。マキはお姉ちゃんが守るからね。こんな悲しい曲があった。俺適当に選んでしまったけど、これで合ったんかな。でももう一丁か。あ、これ順番とかあるんだろうな。なんかようわからんけど。何なんだろう。え、シーンだけ？ワンシーンだけ？ワンシーンだけでどんな順番をことをうまく構築しろってこと？何なんだろう。あ、ぶたれる前かこれもしかして。え、何なんだこれ。完全にぶった後や。C 守ろうとしたんかこれ。守るからね。で守ろうとしてぶたれて、D、 あ、来たんだよこれ。じゃあ C で当たったんかもしかして。ラッキーなことに。だとしたらなんだ。だとしたら D か。 D で来るんだろ。 D で来て A で守る。 A で守って B でこんな感じになってしまうんじゃ。そういうことか。つまり、あー、どんどん忘れよる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 で。 D 来て A 来て DA、 DA か。次 D じゃ。なになこれ。お姉ちゃん、あ、で、大学だん。I just went to you and it does。 何喋ってるのかわからないよ。ごめんなさい、ごめんなさい。 SNY サメ島。なにこれ。一切何のことかわからん。あー間違えた。あ、え？ A でいいんか。俺を選ぶ順番考えが取ったら。さっき大丈夫入っちゃった、ごめんなさいお姉ちゃん。さっきは謝らなくていいの。何も悪いことしてない。ごめんなさい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 。お母さん、お母さん来た後になってる。で、何やったっけ。 B？ あれ？どういう展開なのこれ。見た感じ俺の順番間違っとったっぽいな。 B だったんか。とにかくこれがなんかやばいっていう過去なのはわかる。だってこの文章おかしい。バグってるレベルだな。仕様なんだろうけどさ、もうなんかさ、一つ一つこれ読んでいったらさ、えらい文字になってそうやもんこれ。神が何とかっていう、なんか宗教の話してるみたいな感じになってるもん。大丈夫じゃないな、絶対大丈夫じゃないな。ね、俺はどうすればよかったんだろうかってレベルになってます。あとここひびがすごいことになってるやん。とりあえず次のパートでちょっと考えていこうじゃない。うまくきっちり仕上げていこう。だけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。
マキは全てを思い出した。自分の姉が記憶少女だということも思い出した。そしてデンジャラスで宗教にどっぷりハマってしまったお母さん。この3人の過去とは一体どういうものだったのか。このお話はハッピーな方に向かっているのか。